今日はモクニャン動画だよ。そのね、猫ちゃん、ムックちゃんって言うんですけどね、この子がね、めちゃくちゃ可愛いので、ムクニャンハウスっていうのをね、作りたいなと思って。さてさて、描いていこうかな。猫ハウスってどんな感じなんだろう。うん、こんな感じかな。なんかこれだとみかん箱ってイメージが強いから、うん、肉球模様とかも入れてみようかな。なんか変だな。なんなんだこれ。うん、やっぱムクニャンハウスだからムクニャン描こうかな。いいね、かわいいね。ってことで第一候補はコンビニ風と名付けましょう。 OK。 次、第二候補はやっぱりハウスみたいな感じのやつがいいね。うん、かわいい。よし、第二候補は山ごやふと名付けよう。よし、次、第三候補は変わったのがいいな。ちょっと入り口ちっちゃすぎたかな。うん、いいね。ってことで第三候補はトラック風と名付けましょう。ってことでこの3パターンを考えてみました。第一候補がコンビニ風のやつで、屋根が平らだから暑い時とかはこの上でも寝たりすることができますね。第二候補が山小屋風の普通のハウスですね。第三候補がトラック風のやつですね。ちょっと遊び心があるやつで、ムクニャンが入った時にこの窓があるので、中にムクニャンが見えたらめっちゃ可愛いですよね。ムクニャン、どのハウスがいいの？にゃ。猫じゃらしじゃれないの。はい、ということでムクニャンハウスが 1,2,3 パターン出来上がったんですけれども、皆さんどれがいいですか？ちょっとね、コメント欄に書いておいてください。その中で一番多かったムクニャンハウスを採用したいと思います。皆さんぜひぜひコメントよろしくお願いします。ということで、この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。